1本目、打ち割り。えい！2本目、打ち落とし。えい！3本目、切り返し。腰を折って倒す技から最後は足絞りの基本になります。進めていただきます。1本目、左面打ちから押し当て後ろ。2本目、正面打ちから受け流し手刀当て出し。3本目、右面打ちから抱え腰逆打ち返し。4本目、左胴打ちから首抱え後ろ払い投げ。5本目、正面打ちから腕当て抱え腰振る。はい、最後の6本目でございます。左胴打ちから後ろ払い巻き込み、引き続き続けて抱え締め固めまでお願いします。おっ、はい、今よく試合にこう使われる代表的な技になってます。では、今の投げ技、これからまだ今やってなかったんですけども、打ち技を交えて、試合を行います。主審、森田奥伝さん、お願い申し上げます。それでは、腰車一本、見事に決まりました。はい、以上で総合ランドリーということです。
一本目、前、下へて抱える。はい、はい、よっ。二本目、後ろひめ締め取り、後ろひも締める。三本目、担当もろ手突き取り。後ろ突きつけ取り。やっほっ。五本目、棒打ち込んじゃう。本目、立ち切り返し取り。はい、以上です。2本目、騎馬抜刀術。これは馬上から敵と戦い切り合う技です。えい、よう。続きまして、試合形式の技に移ります。組抜刀試合といいまして、構えた位置からすぐに抜き打ち様に斬撃する形です。同じく組抜刀試合の納刀型といいまして、血振りをした位置から納刀するや否や素早く斬撃する技です。はい、次。はい、最後が、一般的に試し切りと言われるものですけれども、東海では抜刀切りといって、抜き打ち様を素早く切る形で行っております。本来ならの巻き輪を用意してやるんですが、その時はこの会場の都合でそれができませんので、肩だけの披露になります。オンチーキオンバザラ、アビラウンケンマリシーソータ。あ、うん。
はい、3人掛け3人一気投げをご披露いたします。大変拙い演技でございましたが、ご理解ご協力いただきまして誠にありがとうございます。